いいな。大谷翔平になるも平あるよ。でも三笘もいい。渋谷春が売れなかった世界線をイメージした服だから。一流選手の俺を褒めちゃう。ちょっと救急車待たないカスだぞ普通に。サインいる？サインいる？メルカリで売ります。メルカリ。エリーコスパがいい。付き合ってくれ。あっしゃー。大トロール。アホギー。俺もらっちゃった。現金すぎる。プライドねえんか。確かに何作ってたか分からん。やばいもん食わせるな多分。5と1がある。あー私はもう1で、やっぱいろんな女に会っていかないと。確かに1と5で2度出会えるぞ。るから俺らもいるわ。あれ合コン、合コン。え待って、これシェアするのもしかして出会ったの。あれ、ありがとう呼んでくれて。 ありがとう。ふざけんなよお前らのこと呼んでないって。印象に残ることをしよう。どうしたらいいかな。一発ギャグ、やばい。熱いなそれ。いやでも私大吉なんだよな。100ゼロすぎるって。運でお笑いはできん。攻めなきゃ勝てない。行くしかない。大吉ギャルの一発ギャグ。昨日ギャグを話した大受け間違いなし。残り時間って何？残り時間って何？え大爆笑。あめっちゃ受けたよ。お、来た。プロ野球一軍選手。一軍選手。おとんでもないじゃん。課長もいるって。さ、皿洗い。皿洗い。あ、仕事やる。あ、仕事一人だけ。あ、サッカー選手あんじゃん。あった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 、ほんまや。野球もあるわ、野球も。野球今サッカーでしょ。二部リーグから、わし二部リーグからけ。まあ野球いっとくか。一度きりの人生。いや、あ、大谷にならないのか。いやー、いいなー。大谷になれる才能持ってるぞ。あるよ、あるよ、才能あるよ。でも、三笘がいい。俺は三笘になるんや。あ、待って、こういう感じなんだ。一部リーグ。よっと来た。マジだよ。ハットトリックが大活躍。きたー。三笘、おい世界取るぞ。見てるよ。テレビでエジプトの歴史番組見てたら、フン転がしがフンを転がすシーンがあった。前を向いたまま真後ろへ速いドリブル。これをマスターすればすごい武器になりそうだ。バカ、威力が低いだけあるな。でバカなままではある。バカなまま、うん、もうすぐ次の講義だ。おい何の講義だっけ。くだっせ。自分で選んだんだよ。いやこれあの一応渋谷春が売れなかった世界線をイメージした服だから。あ、そうなんだ。こうなってたかも。配信者になってなかったらこうなったの。時間を大事にしたいな。急にどうした。急にどうした。急にやらないのかな。めちゃくちゃ堅実。堅実的だな。久しぶりに贅沢しよう。こいつは龍泉さんが資格を取ってる間にちょっと久しぶりに贅沢しちゃおうかな。サークル行って何にお金を使おうかな。やっぱ遊びでしょ。やばい。終わってるよマジで。もうお前配信してったろ。もうショッピングに行って遊園地に行って。もう全部全部すごい。遊びを満喫して男性が良くなったぞ。リュウシェンさんの一人旅は知性感じたけど、本当にこっち知性感じたよ。いや本当にかけらも。あ待って左、待ってこれなんだ。なんか運命のハートマス。あこれなんか仕事大事、家族大事、選べるってことか。いやちょっと今はスポーツに専念したいです。そうだね。無の顔。あ直接ゴールを狙う位置でフリーキック。ここで点を取ると大きいぞ。これ任されんの熱いな。振動だから高校生までは。曲げてゴールを狙う逆サイドの味方にパス狙うに決まってんだろ。あもうほぼ成功。余裕や余裕余裕余裕。体力 A だから。こんなミスるわけない。はいゴチになります。得点王よ。めっちゃすごいやん。ディフェンダーを越えて斜めに落下したボールが吸い込まれるようにゴールの角に突き刺さった。ちょバケモン、これバケモン選手バレた。見えるな。ブルーロック読んだかやったわ。お出会いだ。おあれ合コン来た。あ合コン助かる助かる。新しい出会いがいっぱい。一発ギャグだ。ルイスさんがさっき一発ギャグでな。めちゃ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 うまくいったからなマジで。いやそうね。滑る可能性あるからな。もう一発やでかけ。
とここは一旦、じゃあ僕はいい人アピールしとこう。中野を褒める。まあまあ確かに、あ、一流選手の俺を褒めちゃう。ちょっと誘ったメイカが昔やってたことを面白く褒めた。立派な行いをしていたメイカがみんなの尊敬の話を褒める。ちょ、よせえ。他にもそういう話じゃないのか聞かれ、子供の頃の話題で嫌だった。こいついいやつだな。運勢が良かった。マイの渋谷春の好感度が上がった。あーでもなんか確かにね、めちゃくちゃみなす。サラ、え、サラ星4だよ。サラ星4だね。あ、メイカエロ。あ、俺も俺も、あ、俺も。あ、すいませんすいません。あ、なんかなんかすいません。おい、ジラツ。すいませんすいません。もう手やんで手やんで。あれ。救急車待たない、カスだぞ普通に。私が一番恋に大きい人生してんのに、一番好感度も負けてんだよな。でもカリスマになれるよ。あ、また。もうこれ待って、信号いる信号。やっぱカリスマ性なのか。また一発ギャグ。それ前も聞いた。あ、寒い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 。寒い。寒い。体張ったんやろな。え、暖房つけるわ。あ、来た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 。フリーキックこれ点取ると、もう呼ばれてても入れるんだよね。いけるよね。俺がやってくると。はい余裕。はい余裕。自分で入れようよ。うえ、ちょっとヒヤッとした。うえ。そうだよね。きたー。え、これもう伸びないの？俺これ以上。もうじゃない？カウストだ。いいんじゃない？いいね。おい、メイカの試合。おい、見に来たか。もうみ、お前らに配ってっかんな。おお。応援ですか？見えるんだ。頑張ってる。試合後一緒に食事をしたら応援。ユニフォームで組んだってこと。いやいやいや、サインいる？サインいる？サインいる？サイン入りの。サインの服をくれた。試合で使ってたやつだ。臭そうだ。臭そう。え、書いてない書いてない。俺も思ったけど。書いてないって別にテキスト。これはお宝。メルカリで売ります。えぐえぐえぐ。お前に渡したら覚えてるから俺ちゃんと。メルカリ行こう。売るしかないな。みっくんへって書くから俺ちゃんと。高級マークなんだ。分からん。ランクアップイベント？あ、一部リーグの得点を来た。仲間たちのアシストのおかげだ。ああ、社交辞令ね。でも優勝したわけじゃない。来シーズンはチーム全員で優勝を目指すのだ。1億円あります。アーザーさんです。1億、まあそれぐらいもらわんとね。毎回取り直すのね。おおちょっと、おおおシューズのメイカー。メイカーもともとの価値安っ。安っ、10万って10万だったんだ。まあでももっと上げるから、まあ大事に持ってるよみっくん。確かにこれ1億になったら絶対売るわ。そこらいいやねんな、投資ね。お、ミッド、お祭りに来た。イエーイ。何をして過ごそうか。人生について語り合う。リュウシェンさん、やだー、今日は人生やめてー。人生とは選択の連続である。やめてー。間違えてることもまた人生だ。自己啓発系の集会始まった。楽しくねー。視力8、ありがてありがて。視力めっちゃ上がってた。おまけ、おきた。これよこれ。オフシーズン楽しむぞー。いいね、刻んでこ、刻んでこ、刻もう、刻も刻も。夜景を見ながら優雅食事、いいね。料理がいつもより美味しく感じる。景色の大切さに気がついた。アホか。アホかも。やっぱバカなこいつ。感想がアホすぎる。マジでアホ。アホ。いや景色って大事だな。ないんだよな。恋愛の季節がやってきた。連絡するか。星さんの良さそうなところをマックスにするのが多分一番コスパいい。そうね、なんかね、コスパいいよな。エリコスパ良さそうです。エリコスパ良さそう。エリコスパがいい。付き合ってくれ。最悪だ。エリさんと繁華街で食べ歩きデート。目に入るもの全部美味しそう。どうしようかな。ゆっくり見て回ろうか。やっぱお金もらう。ケチくせーな。フリーダンスだからやっぱ。ごめんね、ケチくせー。やべ、失敗がある。300万払ってなかった。最悪。アホ。食あたりは店が悪い。あ、でもまあまあ、でも襲われるで。これご結婚か、これご結婚か、これ誰だっけ。選べる。エリー。プロポーズ。誰だっけって言いましたよ。エリーさんとのデートの帰り道、意を決してプロポーズ。エリーさん、結婚してください。はい、喜んで。すごい怒ってるからさ、びっくりして。俺叩かれるかと思った。渋谷春さん、ご結婚おめでとうございます。早いな。だからもうお祝いだ。お祝い金頼む。ここで大きい風じゃなくて。まあね、俺もやぶさかじゃないけどな。やだやだやだ。俺なんか安定取りに行ったってこいつ。一旦ね、ふざけるな。しけてんな、しけてんな。お、さあ来たよ、パラメーター足りてるはず。この試合に勝てば
一部リーグでの優勝が決まる。得点王としてゴールを決めないわけにはいかない。池がある。行け優勝。勝った、優勝だ、決勝ゴールだ。きっと代表にも選ばれるはず。おお、いいぜいいぜ。まだ上がっちゃうよこんなの。近代生活カード、お願いします。芸術文化テスト、超長期休みの導入、これだろ。アホが出てるって、遊び人のあれが。またアホが政治やってるから、隙あらば遊ぼうとしてる。マジでこれしかありえへん。おい誰だよこいつ政治家にさせたやつ。レザー全員もっとダラダラ過ごすように呼びかけた。バカ議員がよマジ。あっしゃー、そういうこと。あまさか。あダイトロール、ダイトロール。えぐなんかえらいことだったよ。なんかやばいよ、やべ、自分の知力下がったからやばい、戻して。あはははアホギー、ゴリッゴリの足いっぱいだ。学力強化しかあるまい。みんな本をもっと読むんだ。おー、あぶねー、終わってるよマジで。おいこれ体力の戦争分損だろ僕ら。頭ぐちゃぐちゃなるわほんま。誰だこいつに票入れたバカは。さあちょっと俺は遊んでる場合じゃないぞ。ここ一番大事な時期。5、あでもこう選べないか。え、ちょっともう仕事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 。おー、仕事の人生だ。俺は今なんだよ。よし、おーうまい、いい、おいしいおいしいおいしい、いいよ。すごい、おー金持ってそう。金、うさんくせー。お前変わっちまったな。いや変わりすぎだ。お金持ちの友達と久しぶりに飲み会だ。褒め続けたら上機嫌になっちゃう。お前変わっちまったな。いやーやっぱりね、いや素晴らしいですよ。お礼もらっちゃった。現金切る。おーいパパ勝ちじゃん。おいプライドねえんか、プライド。まあ、見てみましょう。てりーん、はいはい、まあ一旦ね、一旦一旦。なんならもう2人追い抜いてはいるよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも